ご紹介を、落としてしまった方がいらっしゃいますので、申し訳ありませんが、こちらでもう一度紹介させていただきます。文芸評論家の、田島治先生、本日いらっしゃっております。ちょっとお待ちくださいませ。それでは渡辺先生をお呼びになりましたので、第2部を開催させていただきます。最初にですね、今の渡辺先生 の、 非常に歴史、文明その他を、本当に貫くご発言を受けましてですね、東海会長の、ペマ・ギャルコ会長の方から一言第2部に引き続くお話として少し一言ご挨拶をいただきます。皆さんこんにちは。僕自身の意見とか考え方は細部に申し上げますけれども、今日の渡辺先生が本当にお忙しい中、大変頼りになる話をしてくださったんです。で、特に僕は最後に先生がおっしゃった、大陸は常に地も変わって、そしてその国も変わって、王朝も変わったと。で、これは多分そろそろ変わる時期に来ているという、逆にそういうふうに私たちに励ましの言葉ではないかと。それから私は40年間無国籍で日本にいたわけです。で、今日先生の話にあったように、国籍がない、国の保護がないということがどんなに大変なことかということを多分私と同僚の人たちみんな知っていると思います。そういう意味でも先生は日本が幸せであるということと同時に、日本のパスポートがなぜ盗まれるかということも含めて、私はやはりですね、今中国がやっていることは、それこそ本当に血脈を切るためのあらゆる手段を使って結婚を強制したり、そして同化政策を進めている、そういうことの反対の意味で朝鮮政はね、私たちに非常に深い意味のあるお話をしてくださったと思います。ですので私たちはそろそろ、自分たちのパスポートを持てるような、そのパスポートという国家のですね、保護をちゃんと受けられるようになっていくための今日の話は大変先生からの励ましだと思って、先生にこの場を借りて感謝申し上げたいと思います。ありがとうございます。で、あとはそういうですね、日本では中国5000年の歴史とか4000年の歴史で言うけれども、今日先生の話にありましたように、絶えず私たち周りの国がですね、かつては逆に侵略者として、それこそ今のシナ大陸のみて、王朝も作った、あるいはその自分たちの傀儡政権も作ったことがあります。 で、ですので、今日多分これの後の話す人たちはみんなある意味で現在の中華人民共和国 の、 犠牲になって、そして自分たちのパスポートを持てない人たちの話がこれから続きます。また、あるいはその影響が大になって属国みたいになっている国々の代表も今日はいます。そういう話を聞いていただければと思います。先生、今日は本当にありがとうございました。大変ちょっと僕興奮しているのは、僕が日頃から尊敬している中国の専門家、そして私の拓大における先輩でもありました海原先生が見えてますので、ご紹介だけさせていただきたいと思います。時間がないですからバトンタッチお願いします。ありがとうございました。いろいろと行き届かない司会で申し訳ございませんが、これから各民族の方々の、また、アジアの人たちの訴えを、始めさせていただきます。だいたい1人7分でお願いいたします。では最初に、台湾から大明先生、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。台湾独立建国連盟の、日本本部の委員長をしております大明里と申します。無国籍歴28年間ぐらいでした。今は、日本国籍で、台湾の中華民国の、パスポートは取りたくなかったので、っていうかもらえませんでしたので、父がブラックリストに載っておりましたので、日本の、法務省の恩情で日本国籍をいただいて今暮らしております。台湾ですけれども、先ほど三浦さんからもちょっとお話がありましたが、一見ですね、一見
民主的なちゃんとした国という形に見えます。本当に、いい国で、日本の方で台湾にいらしたことがある方も大勢いらっしゃると思うんですけれど、国民はみんな親切ですし、そして常識はあるし、インフラも整ってて清潔で、電車もちゃんと時刻通りに来るし、何の問題もないように見えます。みんなルールにのっとって民主的な政治を行っております。しかしながらですね、この我が台湾というのは、この砂上の楼閣というんですか、全く危うい状態にいつもあります。っていうのは、国際社会にこの台湾という国が認められていないからですね。どうして認められないか、それはもう皆さん今日いらっしゃっている方はご存知のように、この中華人民共和国が台湾の息の根を止めようとずっと意地悪をしているからです。ものすごい圧力を受けながら台湾はずっと孤軍奮闘してまいりました。でしかもですね、台湾という国、前からこういう自由で民主的な国だったわけじゃないです。先の戦争が終わった後、中国国民党が共産党に負けて、そして中華民国体制を持って台湾にやってきて、台湾人を非常に弾圧していました。戒厳令が38年間敷かれ、その間に行われていたことは今中共で行われていることと全く同じでした。少しでも反政府的な行いをすればすぐに逮捕され、長期刑に処せられたり、蒋介石の気分次第で処刑されたり、そういうことがずっと行われていました。ですが、本当に長い間の、努力と我慢と、海外に出た者たちがその居住する国の方の支援を受けて、やっと手に入れた民主的な体制です。私たちはこの台湾の民主制度を守っていかなければいけないんですけれども、ますます中共の弾圧は強くなっていて、皆さんもご存知のように、最近でもどんどん国交があった国が減っております。キリバスとかソロモンとか、小さい国々ですけれども、でも大事な国交がある国でしたが、それも一つ一つ中国のお金の力で札束外交によって引っぺがされて、台湾の孤立化はますます進んでいます。で、国際社会に出ていけないということですね。国連に入れない、ユネスコだとか WHO だとか WTO だとかにちゃんとした国として入れないことによる、いろんな束縛があります。でオリンピックに出るときは台湾という名前で出ちゃいけない、中華民国っていうのも、私たちにとっては嫌な国ですけれども、中華民国もダメ、チャイニーズ・タイペイという、もう本当に恥ずかしい屈辱的な名前でしか出ちゃいけないと。でしかもですよ、そういう中国の圧力を日本をはじめどの国もそれに追随してるんですね。それは本当に私たち台湾人にとって悔しいことです。で声を上げたいけれど、国連にも入ってないし、認められてない、いじめられっ子がいくら言ってもクラスメートも学校の先生も誰も味方になってくれない、そんな状況が何十年も続いてきている。それが台湾の現状です。で、あんまり時間がないのであれですが、今現在台湾の現状をお話しすると、一番今問題になっているのは来年1月11日の総統選挙です。その日に同時に国会議員の選挙、立法院選挙も行われます。で、今立候補しているのが、現役の大統領である蔡英文さん、そしてそれに対抗するのが中国国民党の韓国瑜という、韓国人じゃないですけど韓国瑜という名前の、高雄市長ですね。この2人が主な、この2人の主な戦いになっています。もう一人最近、前の陳水扁時代の副総統だった盧秀蓮というおば様が、立候補を表明しましたけれど、実質的に
蔡英文大国民党の韓国瑜ですね。ですがこれは決して政党対政党の戦いじゃないんです。これは台湾の自由民主を守る戦いか、それとも中国の手による独裁社会、独裁的な国家への統一の道を歩むかの運命の分かれ目なんです。中国はすごくこの世界中で一番この台湾の選挙にの重要性を感じているのが中国です。なので国民党の韓国瑜にすごく力を入れてます。お金の力、それからメディアを、まあ、メディアを、まあ、そうですね、資金的に牛耳ってメディアの発言を、まあ、調整したり、それからサイバー的に嘘の情報を流したり、まあ、本当にいろんな手を使って、台湾の選挙、民主的な選挙に介入しようとしております。で、まあですね、この孤立した台湾を応援してくれているのはですね、要するにアメリカのトランプ大統領ですね。今一番前からこれは私がいつもお願いしてたことなんですけど、日本の方もみんな台湾のことを理解してくださってます、応援してくださってますが、心の中で思っててもあんまり台湾の人には通じない、勇気にならないんですね。どうか言葉に出して行動に表して応援していただきたい。これはもう切なる台湾人のお願いです。このお願いが、前はオバマさんの時にはあんまりアメリカも相手にしてくれなかったんですが、トランプさんのね、最初なんかどういうおじさまなのかなと思ったんですけど、なんか大変頼りがいのある方だなと今は大変ありがたく思っているんですが、トランプさんになってからいろいろな法律を制定したり、また武器を供与したり、目に見える形で台湾を支援してくださってます。それが台湾人にやっぱり影響して一つにまとまろうという形に今いい方向に来ております。それからもう一つの大きな影響を与えたのが、皆様ご存知のように香港ですね。今の香港、その香港の危機が台湾人の危機感につながって、次の選挙ではやはりどうしても民進党の蔡英文総統を当選させなきゃいけないというふうになっております。まあ私たちがいつも言ってるのは、今日の香港、明日の台湾です。そしてもう一言言えば、明後日の日本です。台湾がどうにかなっちゃったら、台湾が中国に取られたら日本の安全保障はありません。もう日本は周り中を反日国家に囲まれることになります。台湾が中国の基地になったらどうなると思いますか。もう考えただけで恐ろしいことです。だから絶対に日本は、もう声を上げて台湾を守るべきだと思います。まあ、こんなこと言って生意気ですけれども、本当は日本の、日本によって私たち今日ここに集っている民族は、民族の活動家はですね、日本でこんな集会もできるし住まわせてもらってるし、本当に感謝しかないんですね、日本には。だけど本当に、もう一言で言えば、もう本当に右派とか左派とか関係なく、政府とか民間とか関係なく、みんなで声を上げて日本を、そして各アジアの民族、痛みを持って苦しんでいる民族を助けていただければありがたく思います。長くなると次の方に差し支えますので、じゃあここで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。実際台湾のですね、本当に秩序があり、ルールを守る世の中というのを、スピーチの時間でもきちんと守ってくださいましたので、私たちも含め全ての民族がこうでなければと思いますが、まあ、それはどうですか。ではお二人目にですね、すいません、これ私中国民主人選と書いてしまいましたが、これは私のミスでございまして、民主中国人選、まあ、中国の民主化運動をこの日本で、ずっと非常に地味な形だけれども、本当に休まずに続けてこられた方です。大谷さん、よろしくお願いいたします。民主中国人さんの大谷と申します。
私は日本に滞在する前ですね、留学する前に、天安門事件のきっかけで日本にずっと滞在してきた。もちろん、30年経ちましたんですが、世界各地でまだ私の仲間たちはまだそれぞれのところで活動をしております。で、中国の民主化運動が語ることがもう何回も何回もありますが、もう結構もう古い話になったと思いますが、今日はですね、主にですね、香港について、話をしたいと思います。で、要は6月の、天安門事件の30周年の後ですね、6月の9日から、香港でですね、反東方反条例のそういった運動が始まりました。ちょうどその日はですね、私が四ツ谷のある会議室でアメリカから反体制 の、 結構有名なYouTuber である、その方 の、 在日の中国人に対してのそういった会見をしてたところがありました。最後はですね、私の呼びかけで一応香港のあの日からのデモ活動のエールを送りました。まあ日本語で言えば頑張れ頑張れ頑張れ、一応台湾式で言ったんですけど、中国語で加油加油って言った。もちろん映像が今撮ってあるんですが、まさにもう3ヶ月以上でこういった運動を続けているのはもう誰にも予測をしていなかったと思います。香港で今起きているのはこのような自由化と民主を求めるこのような運動はですね、1989年の天安門広場で、結集していた若者に似ているところがあります。ただ根本的な違う部分もあります。それは当時の天安門広場で若者は共産党内部の改革を求めた。共産党そのものは反対する立場ではなかった。これが私たちまで歴史を変えるチャンスは逃がしたという、その苦い経験は今痛感しています。で、結局香港は今は違う。もちろん皆様ご存知のように、香港の行政長官である、キャリー・ラムさんは最初が作り出した逃亡犯条例は一応撤回は正式に表明したんですけども、でも香港の若者たちがまだ5つのね要求はまだそれが引き続けて達成するまで運動を続けてるんですね。これはですね、私たちですね、もちろん共産党が今までやってきたことは全部嘘、約束を守らない政党、もちろん一人一人の自分の票に投じて選ばれた政党ではない。ですからもちろん香港の人たち、一番最初は若者だけですね、立ち上がった。これは本当に本当にね、いいことだと。もうここまでですね、香港の人たちが最初は我慢してきた。もう紙袋はもう切れた。もうここまででね、もし我慢すればもう自分たちの未来はないんです。もちろん民主的なということはですね、普通で考えるととても重要ですね。要は経済の成長にとては、あるいは世界経済を牽引するに存在になるにはとても重要だと思います。もちろんその人種あるいは民族、その思想の心情までですね、超えて一人一票投じるのは、これは本当にね、素晴らしいこと。なぜかというと、みんな同じ権利を持つその民主的な社会構造はですね、イノベーションを作り出すことは可能になる。皆さんは知っているかと思うんですが、2010年からですね、中国は経済規模は日本に抜いて世界第2規模になる。
ただし今までですね、ノーベル賞を受賞されたのはもう2人しかいない。で、1人がもう劉暁波さんで、その方も反体制の人物ではあるんですが、事実上ですね、毒殺されて、唯一ね、ノーベル平和賞受賞されたものはですね、もう中国の刑務所の中に最後の日々を送ったんですね。これの他に、まあ、2000年以降ですね、ほぼ毎年毎年日本はですね、ノーベル平和賞の他ではなく自然科学の方ですね、毎年毎年はそういった受賞者が出てます。今年もそうですね。で、中国人はこれに対して羨ましいというか、なぜか、なぜネット上でよく騒いでる。だからその政治はダメなんですよ。民主的な社会ではないんです。じゃあどうやってその社会変えようとしたのは、もう今はですね、中国人はもう政治に関しては無関心。香港の子供に対してあの人たちは暴動だった、民主化するそういった人たちはではない。日本はですね、もうこの中にね、香港の今度のデモ運動を支持するのはいろんな方がいらっしゃいます。いろんな場所でですね、そういった方々を香港にエールを送りました。ただ反対側にですね、在日のある学生たちがその現場に駆けつけて、もう対立のもとですね、煽って、しかも最も中国語で汚い言葉を使ってるんですね。これがどう見ても文明社会の人間に育つ人間ではないんですね。要は根本的には政治体制はダメのことです。そして共産党政権というのが今はですね、世界をですね、もう進出しようとしている。要は自分は経済的な力をつけてきた、もう自分の力で今の世界の政治的な秩序、秩序とか全部自分の手によって変えようとしている。これがどうしても阻止しないといけない。例えば今日が、私はこれが作成しました。で、仲間たちがね、まあもちろん文法的には多分通知のない部分もありますが、一応言いたいことここに出てます。今日がですね、先ほど会議の前に ある中国語のメディアの取材を受けた、もちろん後ろの方、法輪功関係者のそのメディアなんですけども、在日あるいは西川中国のいろんな国の中にですね、中国語のメディアは多数あります。日本も何十社もあります。唯一共産党の支持を受けないのは多分法輪功の報道関係の方です。これはですね、どう見てもですね、私はちょっと違和感を感じてる。日本には大多数の中国人は今移住してる。その人たちが日本の国籍を取って、結局心はですね、中国そのもの、共産党そのもの、共産党の代弁者になりつつである。なぜそんな人たちは日本で堂々と生活できるのはもう不思議でしまわない。約10日間の前に、去年の9月から日本で亡命申請するのを仲間は言った。その人が19年間で中国で残酷な弾圧を受けた人物で、女性の方でもある。この中の関係者何人かそういった話をしましたが、まあ入国をしてからもう1週間も経たないうちに入管に収容されていたんですけど、結局彼女はね、病気がちで、もう心臓病とかさ、重たい病気があるんですが、仮放免は、まあ一応私は2回は申請したんですけど、結局降りなくて、もちろんその彼女はもう耐えられないと、もう期限はでももう中国に帰る、もう10日前に中国に帰ったんですね。今まで消息はない。もちろん想像つくのは
もう逮捕されてるでしょう。でも私は考えているのは、この人たちが民主社会である日本と政治理念と合致している。もちろん反社会的ではない、反日本ではない、反日でもない。結局今はね、日本に帰化してあるいは永住権利を持っている人間、中国人は大多数いる。でもその人たちは日本に立場には全くなってないんです。この深刻な問題です。ですからもう中国のこのような弾圧、内部に対していろんな民族に対して、今あえてね、他の民族がいる、もちろん言うのは私たちは少数民族ではない、民族です。だから中国人は根から他の民族を尊敬する立場はないんです。これがやはり社会的の構造から、もう共産党からずっと教育を受けて、自分の思想は共産党のそのものである。例えば香港の今回のこのデモ活動に対して、今年の6月、私は日本で64天安門事件の30周年を、一応主催しましたが、もう一個天安門関係の紹介はありました。その紹介に中に出たその海外の民主化のそういう論客みたいな人間はいるんですが、その方は最近が一言、香港語に対してあの中国語で建好就收って言うんですけど、これは日本語で言えばもう目標を達成すればもう片付けしましょうよと、そういった意味です。目標を達成してないんですよ。5つの要求は満たしてないんです。でもその人たちがもう前から平和、冷静、非暴力唱えてるんだけど、もうこれも時期でもう終わってる。香港の今の歌いの言葉であるんですが、光復香港時代革命、光復香港というのは光に書いて往復の復に香港で書く、で 要は日本語で言えば本来の香港は取り戻せ、でもう一つは時代革命で、要は今こそ革命だ、だこれが自覚しないといけない。ですから私はこの場でもう巨大のもう体内はですね、弾圧、体内はですね、体外はですね、侵略というような政策を作り出すその邪悪の共産党に立ち向かって、皆さんの団結して手を携わってその暴力に対して戦いましょう。以上、ご清聴ありがとうございました。大川さん、ありがとうございました。お話を聞くとですね、むしろ民主主義の国に住んでる人の方が民主主義の価値を見失っているんじゃないかなと。そしてまた、中国の人が、中国人がこうやって、現実の中国の悪を訴えてくださるのがものすごい勇気のあることで、大変素晴らしい話だったと思います。それでは続きましてですね、現実に今中国国内でひどい弾圧を受けている民族の方々のお話でございます。レジェブ・アフメットさん、日本ウイグル協会の理事の方にお話をいただきます。彼がこれ全部作りました。せっかくなので皆さんこんにちは。在日ウイグル人のアフメットと申します。ですね、中国についていろいろお話がありましたけれども、今現在中国がいろんな弾圧だったり犯罪を、公然と日本の目の前で、国家ごりみで行っていますが、その中でもですね、とりわけウイグル人に対して中国が行っている犯罪というのは、やっぱり次元が違う。一般的に言われる民族弾圧とか、人権侵害とか、そういうものとはやっぱり次元の違う犯罪を公然と行っています。で、つい先週アメリカの国務省と商務省がそれぞれ、
このウイグル関連で初めて制裁を発表しましたので、まあ、結構大きなニュースもなりましたので、まあ、お聞きになられた方も、いらっしゃるかと思います。要はやっぱりアメリカ政府としても、中国が今までと違うこと、今までと次元の違うことをやっぱりやってきているということを、大きく、まあ国際社会に訴えた形になりました。まあ、ここで、時間も短いので、今中国がウイグル人に対して何をしているのかということを、まあ、ポイントだけ、絞って、お話をしたいと思います。で、その前に一言言っておきますけれども、まあ、中国が、中華人民共和国が、建国をされて70年間で、同時に私たちウイグル人が占領されて、中国共産党政権に占領されて70年間ということになります。で、それからですね、よく少数民族少数民族というふうに言われるんですけれども、中国人の数に比べると世界中が少数民族になるわけですよ。で、その人口の数で言うと世界中が少数民族なんですよ、中国人に比べると。なので少数民族の問題ではなくて、私たちはウイグル人です。中国人は中国人です。それだけの話です。まあ、ウイグルではですね、最近この3年前からこういった立派な看板を、まあ、看板自体は教育施設ですと、職業訓練センターですという立派な看板を掲げた一方で、高い壁、何重もの有刺鉄線で監視と、こういうものに覆われた施設がですね、ウイグル全土に急速に広がってまして、でここの実態は、まあ、中国は全力で隠し通しているので、なかなかまだ 全容は分かってないんですが、第三者である、フランス通信がですね、中国がその収容所を、強制収容所を建てるために、あるいはそこで使う、まあ、物を買うときに発注をかけたり、工事 の部品を買ったりした時 その公的に入手可能な、中国の公的文書、政府文書を1500点ほど集めて、その分析を行ったところ、少なくとも181箇所に、こう強制収容所が存在することを確認できたというふうに、伝えています。でさらに、この中国はまあ教育してますというふうに言うけど、フランス通信がその公的文書を、調査した結果、この文書の中にはですね、その収容所関連の文書の中には、この入所者の、要は人間をこうロボットのように作り返せと、あらゆるルーツを断ち切ろうというようなことを公然と書かれてありましたと。であと、その運営の仕方も、もう学校ではなくて刑務所と何ら変わらない運営をしているというふうに結論を付けています。要はこの収容所にはですね、教育施設という一方で、誰も近づくことも立ち入ることも、中で行われていることを見ることも許されていないわけですね。で、あとはまあ中国が必死で隠している一方で、海外のメディアがですね、潜入取材を行ったり、あるいはいろんなまあ衛星写真とか、いろんなお作法を使って、その正体を、明らかにしようというふうにしてて、で BBC が去年報じた、かなり、詳しい調査ではですね、まあ、いろいろと発表してるんですが、特にです、ね、注目すべきはこのオルムチ郊外の、一つ町で、まあ、ダワンチュンという町で一箇所 の巨大な収容所が13万人を収容できる巨大な収容所を発見したというふうに伝えています。こういうものはもう何百箇所も、できていると。この中には、どんだけの人が入っているかというのもいろんな説がありますが、今一般的に、
国際社会的に一般的に言われているのは少なくとも100万というふうに、一般的に言われています。であとは、まあ、ウイグル人の中ではですね、もう地元の警察の証言とか見るともう人口の 40%、50% という証言もありますので、ウイグル人側の中国の、公式の発表でも1100万人いるということですので、その 40% というのはもう400万、500万という話になって、きます。で一方でですね、当時、ナチスが強制収容所に入れた人の数は、まあ、70万でしたと、71万でしたという説もありますので、それを見るとナチスをはるかに超えているというようなことが日本のすぐこの目の前で起きています。で特にですね、この収容されている人たちの中には、その100万とも300万とも言われているこの人たちの中には、ウイグルのあらゆる分野であらゆる角度でですね、ウイグル人社会を引っ張ってきた文化人、代表的な文化人がもう一斉に姿を、この2年間で姿を全部消しています。つまりもうそのウイグルの文化、そしてその文化を後世にこう伝えるための仕事をする人間そのものを消そうとしているわけですね。で特にここでですね、日本と縁の深い日本を育てた、著名な学者 もうこの中にたくさん含まれています。一番代表的なのは、まあ、この方で、これが日本の東京理科大学で、博士号を取って、その後現地に戻ってウイグルで最も、大きな、最大 の教育機関新疆大学という大学の学長を10年以上務めた方だったんですが、2年前に突如拘束されて、まあ、この収容所が始まって、この著名人が一斉に拘束された時に、まあ、拘束されて死刑判決が言い渡されて、間もなく執行されるんじゃないかというふうに言われています。でこういう日本が育て上げた人たちのためにも、せめて日本からもぜひ声を上げていただきたいというのが私たちからのお願いになります。あとはですね、この収容所ではたくさん人が死んでます。中国は、教育施設ですと、まあ、最初はその施設は存在しないというふうに言い張ったのが、証拠がどんどんと出てくると今度は認めざるを得なかったんですが、で、一方でですね、教育施設ですと、教育してます、いろいろと無償で提供してウイグル人を幸せにしてますというふうに言い、まあ、今そういう宣伝をしてますが、実際にたくさん人が死んでます。で私たちの情報が完全に閉ざされていますので、中でどんだけの人が死んでいるのか、どんだけの人が虐殺されているのか分かりませんが、ただ自分の公的なメディアがちゃんと確認を取っている、だけでもですね、もうすでに100人を超えてますので、これを2年間で単純計算すると、もう毎週1人の平均で毎週1人の、死者を出しているというような、まあ、単純計算になります。でしかも、まあ、この中ではいろんな、お年寄りもいれば、若い人たちもいる。で、まあ、ここに映ってないんですが、子供もいます。実際日本の中にも、日本に暮らすウイグル人の家族にも、収容されて収容所で死亡した人が実際にいます。で、まあ、そういう、たくさん、まあ、死者を出している。でさらにはですね、ほとんどのケースにおいては遺体を返さない、家族に返さない、死んでも返さない、もう当局が秘密裏に処分しているというようなケースがほとんどです。これはなぜそういうことをするかというと、要は人造売買に使われたり、あるいは拷問死だったり、そういった犯罪的なことを隠すために、各収容所の隣に必ず、火葬場を設けて、そこで処分しているというふうに、よく報道されています。で、まあ、この、国務長官と映っているこの女性が、アメリカ、まあ、後で運よく出てこられた証言者の 数少ない証言者の一人なんですが、アメリカ議会の公聴会で、アメリカ議会は何度もその関係者をもう招いて公聴会を開いて情報収集してるんですが、でその公聴会でですね、自分が一緒に過ごした3ヶ月間一緒に過ごした68人の女性のうち、9人が死んだと、目の前で死んだのを見たというふうに証言しています。で68人の9人というのはもう1割超えてるんですよね。でこれを単純にその100万とも300万とも言われてる人に単純に掛け算すると、もう考えられないほどの数になりますので、非常に恐ろしいことを公然とやってるのは間違いないです。ただこれは今現在も中国が必死で あらゆる手段を使ってこの情報を隠しちゃってるので、なかなか表に出てこない、証明できないだけであって、ただこれが
いつまでたってもそれが続くかというとそうではないと思ってますし、でいつかですね、いつか中国があの時ナチスと全く同じ、あれはナチスを超えるような国家犯罪をウイグル人に対してやってたんだということを認める時代が、国際社会がそれを認める時代がそのうち来ると思います。で、次にですね、親が収容されると、収容所に収容されると、今度はもうあんだけの風なので、子供が取り残されるわけですね。で、その子供も当局が、政府が取り上げて、今度は子供専用の施設に、また別途子供用の収容所のようなものに収容しているというふうにたくさん報告が出ています。でこの中でも BBC が潜入取材を行って詳細な報告を出しているんですが、その中ではですね、一つの町だけで子ども400人以上が、お母さんとお父さん両方が収容されているような町もありましたと、一つの町だけこういうふうに、例を挙げて、報告をしています。また子どもは要は自分の家族だったり文化だったりそのルーツからもう組織的に意図的に引き離すという心取り込みが、行われていることを、証明してます。証拠がそれを示してますというふうに結論を、つけています。で最後になりますが、もちろん大人を収容してあんだけの数の人を収容して、で子供は子供で子供用の施設に収容して、いるんですが、でその中でですね、この収容された人たちを今度ウイグルから中国の各地に、特に軍の病院をのある、地域を中心というふうに見られているんですが、密かにこう移送しているんですね。でこの報告もたくさん出てまして、でその数がもうすでに数十万を超えていると、しかも列車を止めて一般の旅客を一般の人を運ぶ、列車を止めてその専用列車にして、その列車で各地に移送し、各地の刑務所に移送しているというふうに、たくさん報告が出ています。要は一度家から突如連れて行かれたまんま、どこかに収容されて、その後その警察の都合でですね、その気分次第で、現地に残る人もいれば、現地の収容所に残る人もいれば、こうやって中国の各地に各地の、刑務所にですね、秘密こうひそかにこう移送されて、そのまま姿を消す、家族がもちろんその自分の家族が連れて行かれたまんまどこに行ったのか全くわからないまま終わってしまうと、こういう恐ろしいことが公然と起きているわけですね。これに対してやはりアメリカは、結構最近この問題の深刻さをやっぱり深刻に捉えてくれて、制裁を発表するまでに至りました。で国連もですね、何度か取り上げてますし、特に去年 の人種差別撤廃委員会ですか、でそこで国連も問題提起してます。つまりこれは人種差別ですよというメッセージを国連としても発しているわけですね。で、この人たちは罪があるのかというと、別に罪を犯して、こんだけの人はね、300万人の人が突如この2年間で罪を犯して、こうなんか下から捕まるというはずがないんですよ。で自分も自分の家族もそうなんですけど、突如姿を消しているで、唯一の罪はもうウイグル人で生まれてきたことが罪に問われている、そういう事態が公然と起きています。でこれに対してですね、日本も、ぜひこれを放置したらそのうち必ず外に出てくるから、中国のこの行いというのは放置したら、だから今は知らんぷりをしてそれで済む話ではなくて、ぜひこれをこのどこかで止めないといけないという意識を持っていただきたい、声を上げて、でその中国のこの犯罪行為を止めるということに、ぜひとも取り込んでいただきたいというのが私たちからのお願いです。で最後に一言だけ付け加えておきますけれども、自分の家族3年前にもう何の連絡もつかなくなりました。3年前というか2017年の4月から、要は今まで電話とか SNS とか何でも普通にできてきたのは、当たり前にできてきたのは何にもできなくなりました。電話もできない、メールもできない、ネットも SNS も何にもできない、親がどうなってるのか、生きてるのか死んでるのかすら確認ができないと
という状況が今起きてるわけです。ここにいるみんながそうです。まあ、日本に3000人ぐらいウイグル人がいるというふうに言われてるんですが、みんな同じ状況です。もう親のその、まあ、拉致の話も先ほど出ましたけれども、まさに拉致なんですよ。自分たちの親が突如拉致されて、その消息も分からなくなってるわけですね。これがもう10年20年という人の話ではなくて、もう100万200万300万という単位でこういう事態が起きている。自分の親がどこで何をしているのか全く分からないという状況が起きているので、日本からもぜひこの中国のこの、犯罪行為を止めるために声を上げていただきたいというのが私たちからのお願いになります。ありがとうございます。ありがとうございました。明かりの方をお願いいたします。実は今朝も新聞のニュースで出ておりましたけど、ネットのニュースで出てましたが、日本の大学の先生がスパイ容疑で中国で捕まったというのは、実はウイグルの人たち、ほとんどの人たちが家族を人質に取られた段階で日本の中でのウイグルの活動家の情報を教えろというスパイ行為をやらせているのは今の中国政府です。日本にスパイ防止法がないからそれは犯罪にならないのかもしれないですけれども、完璧な主権侵害が日本に対しても行われているというそういう状態になっております。続きましてですね、南モンゴルから のメッセージをお送りする予定だったのですが、参加予定のジリガラさんがですね、日本に住んでいる南モンゴルの方ですけど、ちょっと本日来れないということになってしまいまして、ちょっとどうしてもお仕事のご都合で本日来れないというので、私の方にメッセージをいただきましたので簡単に代読させていただきます。本日の集会にご参加の皆様、誠に申し訳ございません。本日参加できなくなったのでメッセージを送らせていただきます。そしてモンゴルというと皆さん草原を馬が走っていくイメージを持ってくださる方が多いと思います。しかし今南モンゴル、内モンゴル自治区ではそういう風景は全くありません。馬に乗って人々が走っていたモンゴル民族のそういう文化も伝統ももはや不可能になっています。そこで行われているのは環境破壊と違法な中国からの違法な公害企業が次々と建てられて、モンゴルの土地は砂漠化していき、環境汚染もひどい状態になっています。それはモンゴルの土地の中にある資源を掘り出して、そしてそれをモンゴル人のためではなくて、中国政府の中国人がそれを使うために違法なさまざまな環境破壊の工事が続いているのです。モンゴル人がモンゴル人として生きていけなくなる、そのような事態は中国の中華人民共和国建国以来70年間続いていることを忘れないでください。南モンゴルクリリ隊副会長のジリガラさんからのメッセージでございました。続きましてはチベットの、ことをですね、チュイデンブンさん、アジア住民支援隊協議会の、理事の一人でございます。チュイデンブンさんにお話をいただきます。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。本日はこの場を借りて、チベットの出家をチベット人で返せというテーマで約7分間、お話をさせていただきます。今から68年前の1951年に共産主義の中国は我がチベット政府の代表団と結んだいわゆる17条協定を自ら破って軍事力で我がチベットを侵略し中国に合併しました。この17条協定の中には中国はチベットの外交以外にはチベット内政に一切干渉しないこと、そして中国はチベットから針一本も糸一本も取らないことを約束しております。しかし実際には中国は今の香港に対するものと同じようにこの約束を破って民主改革という名のもとでは120万人以上のチベット人を虐殺し、6000箇所以上の仏教寺院を破壊し、その中の金銀など貴重なものを奪いました。
そして人民公社同意などの下では一般チベット人の財産も奪いました。そしてこの土地改革という名の下では日本の8倍以上の面積を誇る我がチベットの領土も奪いました。この日本の8倍以上の面積を誇る我がチベットの土地は今共産党独裁政権の力を養うための最も重要な財源の一つとなっております。中国は世界中に飛び回ってチベット人は中国の民族政策のもとで幸せに暮らしていると宣伝していますが、実際にはこの民族政策は奴隷的であり封建的で植民地的な政策にすぎません。今我々チベット人はこの奴隷的で封建的で植民地的な政策のもとで言論の自由も信仰の自由も出版の自由も学問の自由も集会の自由も自分たちの言語や文化を守る権利も自分たちの土地や財産を守る権利も奪われ民族的な危機に直面しています。そしてそのような中国の奴隷的封建的植民地的な政策は今国境を越えてカンボジア、ネパール、アフリカ、そして日本など日本や欧米など自由民主主義の国々の報道機関、そして教育機関、航空会社、ホテル、スーパー、スポーツ界にも影響を及ぼし始めます。これはいわゆる特色ある社会主義なのでしょうか。日本はアジアで世界唯一の世界的な自由民主主義の国です。私は留学生活が終わった後もチベットに帰らずに日本に留まったのも日本は世界的な自由民主主義の先進国でとなっているからです。中国の支配元にある最大のチベット人もそして最大多数のウイグル人も最大多数のウチモンゴル人も最大多数の中国人も自由で民主的で平等公平正義法の支配のある社会で暮らすことを待ち望んでいるに違いません。日本のような自由な社会で暮らしている私たちはアジアのために世界のために自由民主など人類の普遍的な価値観を守るために世界最大人口を持つ中国の自由民主化を正々堂々と推進し、支えていかなければならないと思います。本日私は一人のチベット人として我がチベットの将来についてそして中国人のためにウイグル人のために内モンゴル人のために香港人のためにそして台湾人のために要するにアジアおよび世界の平和のために中国の指導者たちをはじめとして全ての関係者に向けて3つの提言をいたします。提言1はヨーロッパ連合をモデルにして現代中国の再構築を考えること。中国の共産党政権を自由民主平等などこの法の支配そういうものは中国の社会主義の革新的な価値観だと一般国民に広く宣伝しています。しかしそれは水の中に油を入れたような状態で実際には一つも実現していません。私たちはそれらを水の中に塩を入れたような感じで中国社会の隅々にまで浸透させておかなければならないと思います。中国のこの奴隷的で植民地的この世をこの世を植民地的な独裁政権は今年70年間を迎えています。これはこれ以上続くことを許すことはできません。これこの政策提言1について近い将来に重要な発表があるだろうと思います。
提言2については、チベットの人出権をチベット人に返すことを前提に、中国は誰も14世、法、そしてチベット亡命政府との対話を再開し、中国の再構築について考えることです。ダラマ14世は、今の中国が抱えているという民族問題を解決するための鍵です。これ中国の指導者たちはダラマ14世を敵視するのではなくて、彼の存在とその地位を尊重し、その素晴らしい指導力を全ての中国人のために、そして世界のために生かすべきです。で、提言3は、中国は軍事力の強化、領土、領海の拡張主義を放棄し、すべての近隣諸国と本当の平和共存環境を構築することです。中国の指導者たちも、中国人は偉大な文明を築いてきた民族として誇りを持っております。ですが、本当に偉大な文明を築いてきた民族であるなら、他の民族と民族の人権、文化を否定し、破壊するのではなくて、他の民族と本当の兄弟姉妹の関係を築いて、他の民族と本当に平和共存できる能力を養ってほしいんです。軍事力の強化、そして奴隷的で、封建的で、植民地的な領土、領海の拡張政策は非文明的であり、中国の本当の国益にはならないと思います。以上、ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ウイグルさん、一歩冷静に話されるんですけど、大事なことは、このチベットの問題、ウイグルも、あのモンゴルもそうだと思うんですが、人権問題というだけではなくて、これ植民地の問題なんだということをはっきり言ってくださいと思います。それでは続きまして、韓国のですね、立場から、ホンヒョン先生にお話をいただきます。よろしくお願いいたします。私はここで皆さんの活動をできるだけうちの新聞に紹介しようと使命が許す限りいろいろ頑張っております。今韓国は今先ほどおっしゃったいろんな方々が、要するに中国共産党によって国の民族の運命が破壊されたことを今そういう状況を証言していらっしゃるんですが、実は韓国は1950年10月以来中国共産党と戦争中ですね。韓国戦争は1950年6月から1953年の7月まで37ヶ月を戦争するんですが、そのうちに最初の4ヶ月だけを毛沢東とスターリンの支援を受けた金日成と国連軍の戦争であって、残りの33ヶ月は中国共産党との戦いだったんですね。だから今の米中戦争は、今昨年本格に始まった米中戦争は、実は韓半島で67年前にアメリカと中国が戦った戦争の33ヶ月の、それから長い66年間のハーフタイムの後の後半戦になるんです。韓国はこのスターリンと毛沢東が一緒に力を合わせて攻撃したのを、それを尻のじょいた、もちろんアメリカの支援だったんですが、国連、日本の支援も得たんですが、唯一の国ですね。それで東西冷戦の時の最前線の国でした。それが今は文明の戦争の最前線になったんですね。69年前に中国共産党が韓半島を征服しようとして失敗して、今
中国によって別の軍事力ではない別の戦争によって韓国は自由社会からこれ全体主義に変わるようなそういう危機に処しています。今韓国はそれで3つの戦争をやっています。中国が共産党中国が建国1年後から韓半島支配しようと軍事力で、それ以来の今戦争韓半島韓国までを支配しようとする中国共産党との戦争ですね。今第一列島戦有名な、それはあの韓半島を完全にブラディボストクからあの、まあ、対馬海峡を経て、まあ、その線が引かれているんですから、あそういう中国共産党の覇権主義との戦争、それからもう一つはあのスターリン主義の化石になっているキミルソン主義のキミルソン王朝の北との南北戦争、それから今第五の我々の戦争です。今韓国のような国がこういうことを言うと皆さんあの普通信じられませんね、というのは日本のメディアが全く伝えてないんですから、あの、まあ、実は私はあの日本も非常に危ないと思います。真実を伝えないそういうメディアを持っている国はものすごく危険です。日本のメディアが今そういうふうになっています。いずれにせよ今韓国のような国が反共の国がなぜこういうふうになったのか、これは実は先ほど私が文明の戦争と申し上げましたが、アントニオ・グラムシというイタリア共産党員があの残した有名なあの何ですか遺言みたいのがあるんですね。発展した資本主義自由民主主義の国で社会主義共産主義革命を成功させるためにはどうすればいいのかということを彼らがもう70年、8年、80年前に残してるんです。残してます。それでそれをもって韓国を、まあ、共産主義、全体主義社会に変えようとする職業革命家たちが韓国には存在します。これはもちろん韓国国内で自発的にできたのかとすれば、そのほとんどはもちろん外からの支援を受けて、昔モスクワ、ベイジン、平壌、また日本の左翼の支援を得たそういう職業革命家たちが今共産主義、まあ、中国共産党などの支援を得て内部から彼らに内容して職業革命家たちが国家権力を取っとった国が今韓国です。この信じられないことが、私が先ほど文明の戦争だと申し上げたのは、もし我々が今こういうことに気づいて早く何とかの措置を取らないと、やがて人類の未来は他の先進国も今韓国が置かれているような危機に、まあ、落ちると思います。あの今日渡辺先生があの実は韓国の圧縮成長という言葉を、まあ、世界で初めてその言葉を発見された、まあ、大先生なんですが、韓国のようにこれがあの経済的にいくら圧縮成長してもその後の社会の管理、例えば自由の、まあ、法律などをなんとかコントロールできなくなると、そこに悪が食い込んできて今の韓国のようになるということです。あの韓国は我々があの覚えたのは、まあ、27年前に韓国と中国が国交正常化をするので共産と中国とみんなが悪と共存できる、悪と利益を共有できる、そういうふうに考える人々多いんですね。でも悪と利益を共有できる、例えば中国共産党と商売をして儲かるというそういう思いをすれば必ず悪に負けます、敗北します。悪とは
共存できません。あの韓国が我々が覚えたのがこのことです。だからあの今中国のようなずっと皆さんもおっしゃいましたが、こういうとてつもない大きな悪に対しては一国である国だけではこれは戦えません。すでに中国は中国共産党はあまりにも巨大な悪の存在になったので、これであのみんなが力を合わせて戦わなくちゃいけないと思いますね。あの今韓国で3つの戦争で、最近香港にすごく韓国の国民たちが香港に刺激を受けてるんですね。なんで香港はあんな素晴らしい戦いができるのかと。それで改めて韓国は今いろいろ反省しています。我々が先ほど物質的には経済的には圧縮成長に成功したのに、じゃあ果たして精神的な近代化で成功したのかという、そういう反省が起きています。その反省の一つが最近日本でも出版された反日種族主義が韓国を滅ぼすという精神的なそういう覚醒運動が始まっているんですが、ここで我々があの先ほど真実を伝えないメディアを持っている国は韓国のように危うくなると申し上げましたが、韓国で今我々が日韓関係も同じです。我々のこの自由革命の基礎はあくまでも真実に基づかなくちゃいけない真実です。今韓国でムンジェイン政権をやっていることはジョージ・オーウェルの1984で描かれていることを彼らは本当にそのままやっています。そこにあの新しい言葉新語という言葉が出るんですね。ジョージ・オーウェルの1984ニュースピークという、まあ、人間を欺瞞するような言葉を用いるとかというんですが、これが今中国がやっているように人間の知恵の結晶である AI とか IT 技術を持ってこういうことをやるんですね。ここにやられます。あのアメリカもそうですが日本も、例えばメディアの報道の基準は PC です。ポリコレだから我々はこれを許しちゃいけないのは、もともと悪魔は細部に宿るという言葉があるんですね。イーブルはディテールに宿るという、最初先ほど悪との共存を、悪から利益を得ると思うような些細なそういうことから間違ったことを許せば共産党それを絶対見逃せません。そういうことで今あの韓国は結局は我々は勝利すると思いますというのは、あのみんなが真実ということが自由というのがいかに大事なものなのかにやっと気づき始めました。奪われてほとんど失ってからやっと自由とか真実の尊さに気づき始めました。韓国では来週アジア太平洋市民同盟という組織がまた新しくできます。この組織はここの、 あの自由アジア連帯民主主義連帯と同じようなことを目指す団体ですから、これから皆さんとあのいろいろ強力なあの力を合わせて強力な連帯で中国共産党とあの戦う、そういう基礎が一層強くなるんじゃないかと思います。まあ、以上です。ありがとうございました。韓国は27年して中国共産党と国交を結んだ時のさまざまな過ちに気づいたというふうにおっしゃいましたが、日本はもっと前から国交を結んでおりまして、もうそれに対してそろそろ十分私たちも気づかなきゃいけないと思います。それでは続きまして、ベトナム革新党のいわゆるあのベトナム
今の政府ではなくてですね、日本に難民として逃れてきてくれ、そして民主化運動を続けているベトナム革新党のグエン・ハー・ケン、グエン・ハー・ケン・グオクさんにお話をいただきます。よろしくお願いいたします。皆様はじめまして、日本生まれ日本育ちなので人生の中で国籍は一度も持ったことがございません。ただ、現状の、ベトナムに関してお伝えすると、ベトナム自身も共産主義国でありまして、社会主義共産主義国になってまして、ベトナム共産党の弾圧を国内の、自国民たちがそれを受けているという形の上、さらに現状中国共産党の方からの弾圧も受けていると、弾圧というよりかは今どちらかというと、領土の侵略もしくは領海侵犯だったりとかそういう形で、ベトナムの国土領海が、危機にさらされている。そういう中で、ベトナムでの民主化を進める活動をする中で、中国共産党とも対峙しなければいけないし、ベトナムの共産党とも対峙しなきゃいけないっていう立場にはあるのですが、ベトナム国民の中では、ベトナム共産党に対して、結構若干諦めているところがあって、これもそれはそれで、悲しいことではあるんですけども、せめてもの救いとして、中国の侵略に対しては、ベトナム国民の、国民感情としてそれを許さないというところがあって、まだ中国に対しては声を上げる人がいるっていうのが、今自分たちとしてはせめても救いだなというふうに思っています。で、ベトナムの方もそうですし、今日こちらにいらっしゃるさまざまな国の方々もそうなんですけれども、今そういう侵略だったり弾圧を受けているっていうことで、自国の問題を、こちらでお話しして問題提起をさせていただいているっていうところはあるんですけれども、それのみに限らず、私としては、その先、中国が、この覇権をこう握ろうとしているその先に、間違いなく、対アメリカだったりとか対日本だったりとかっていう問題が含まれているっていうことを、日本の方々にも、ぜひ、こう認識をしてもらって、我々がその今自国で起きている問題をこう訴えているっていうだけでなく、その危険っていうのは今後の日本にも及ぶ可能性は十分にあると。なので我々の問題じゃなく皆さんの問題でもあるっていう形で、認識していただければ、幸いかなと。短めではありますが私の方からそういう形です。ありがとうございます。グエンさんは実は日本では通訳のお仕事をされております。そしてまた日本のさまざまなですね、ベトナム の、いわゆる研修生の問題とかそういったものでも非常に充実した、日本のためにもなりベトナムのためにもなる仕事をされております。それでは続きまして、プロビール・ビカシアーカーさん、バングラデシュの方です。どうぞお願いいたします。こんにちは。ですね、頭痛いですよ。問題だらけでアジアは。もう第二次世界戦争終わった後に、20年間ぐらいかな、そんなに問題なかったけれども、その後どん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 暑くなってきて、今暑すぎるんですよ、アジアは。で、この暑さはどうやって消せるかと。もうそういう問題を考えている、そういう政治家というか、あるいは、知識人というか研究者というかあまりも考えてないようですね。話はあんまり長くしたくないけれども時間もないし、
で私の話ほとんど皆さんの口から聞いてると思うんですけども、新しくも何もないんだけども、ただ一つはあるのが、まあ、インドではちょっとですね、国内でちょっと問題ができまして、それはあのバングラデシュから、バングラデシュの、からですね、ムスリムの人々がもう何十年かけてアッシャムの方に、インドのアッシャム州に、侵入したんですけれども、彼らをインドから追い出すと、そういうふうに今のインドの政府の動きなんですけれども、それはまあ1万2万じゃなくて3500人もの人いるん で最近はその中からは、400万人をバングラデシュに返すと、そういうふうに動きも出てきてるんで、これは大変なものになると思いますよ。つまり今バングラデシュとインドとのね、友好関係はすごく良くて、全然問題ないんだけども、だからこの問題は本当に発生して大きくなれば大きいほどアジアのも影響を及ぶと思います。それに対して私の会員もそうだけど、まあ、日本政府もちょっとねそれ考えるべきだと思います。なぜかというと、インドと日本のあのこの国はもう100年以上古くて、大変な、歴史でもあるし、そういうことで今日僕の話ここで終わりますが、皆さんよろしくお願いします。それで一つはですね、この前の、勉強会でタゴールと日本の関係についてちょっと話したんだけど、それはこの日載ってますので皆さんぜひ読んでください。よろしくお願いします。15ページになります。ありがとうございました。本日引き続いているので出版したらよろしくお願いします。それではですね、あの以上のアジアの方々のお話の、総括をですね、まあ、申し訳ありません10分ほどでお願いいたします。あのデマ会長の方からよろしくお願いいたします。